これはゴールドラッシュ、要は金鉱金脈を掘る人たち。ほら、これ何回も言いますけど、砂です。この辺全部砂です。砂と水を固めて作っている、鳥取の砂の美術館からお送りしています。これが、金を掘る人たち。これ見てください、水が流れてますね。真ん中川を表現しているんでしょうけど、砂の美術館で水を流すというのはリスクがあると思うんですが、崩れないんですかね。すごいな。じゃあ次また、次のコーナーに行ってみたいと思います。もうだいぶ回ってきましたね。半分ぐらいは来たんじゃないかな。こんな感じですね。